はい。AO 推薦入試よくある質問7点目。AO 入試の評定内申点はという質問ですね。これは AO 入試には評定とか内申点って必要あるんですか？ないんですか？そういう質問になります。で、基本的には AO 入試には評定必要ないです。評定平均が3.0の子でも高い大学を受けることができます。まあ、もちろんそれは大学の、要求する課題をちゃんと提出すればの話ではありますけれども、はい。ただここで一つ勘違いしないでいただきたいのが、じゃあ評定別に足らなくても受けられるんだったら評定必要ないんじゃんということではありません。で、学校から高校側から出される調査書は大学側に行きますので、必ず参考にされます。ということは皆さんの成績も大学側には見られるはずですので、間違いなく。なので評定平均高いに越したことはありません。なので必要ないからといって高校の学業をおろそかにしてはいけないということです。以上です。